った3人もその時いてなかったんですけど、うん、もう本当に正直やめる気でいるくらいの話で察してたかもしれないですけど、うん、あれ裏話じゃないんですけど、うん、あれやばったよね。タウンスリングオブをいけるいけるっすね。そう、なんかめっちゃ罠解除してたんですよ。で、星さんがもう罠ないから全部出していいよって言って俺全部出したんですよ。そしたらめっちゃ小爆出てきてちょふざけんなと思ってマジでもう、まあいろいろな噂ありますけど、うん、まあシンプルに PS 多分世界一位です、うん、間違いないです。昨日もだってあれですよ、うん、10時集合で、うん、クラウス2時間半乗りましたなんか、はい、嫌いな人ベスト5みたいなのが YouTube やつで、マジですか、うん、みんな盛り立つ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 、おい俺は撮ってるとか、うん、誰は撮ってないと俺が撮って買ったみたいな雰囲気は絶対出さないようにしようっていうふうには言ってて、うん、それがないんで一回うまくいったんじゃないかなと思います。クラッシュマスターズ、うん、撮ってくれてありがとう。はい、やった始まりました。オッケー、お疲れ様でした。お疲れ様でした世界大会終わって、はい、4日かな。そうですね、4日経ったの。どうですか振り返ってですか。まあ、正直今でも朝起きるたび悔しいですね。三田さんも同じだと思うんですけど、うん、なんかもういつも通り話してていいよもっと砕けていいよ。わかりました。そうだな、なんかいつも負けた後そうじゃないですか、うん、その日はそんな、まあ、うん、そうね、興奮もあったから、その日はなんか実感がないっていうか、次の朝が一番悔しいよね。やばいっすよね、うん、やばい朝からあーだりーってやつを、ツイッターとかも全部その、うん、世界選手権関連じゃないですか。次の日どう頑張っても目につくからね。何が一番悔しかった今年は。今年は、うん、そりゃもちろんファイナルなんですけど、うん、正直勝てると思ってたじゃないですか、うん、しかも初日で ATN が負けて、うん、まあ、唯一負け筋あるならば ATN に、うん、去年みたいに負けるっていうのがあったんですけど、今年もう初戦から ATN 消えて、しかも割となんかそのトーナメントも割と自分たちにとっては嬉しいような、そうね、戦術が固まってたんですね。そうなんですよ、割と対策もできてるっていう状況で、まあ、唯一 JX だけはちょっと不安ポイントだっていて、うん、結果そこが来て負けちゃったっていう感じになるんですけど、うん、JX タイガーはどうだった、なんか思ってたよりこうだったみたいですか、うん、外で見てたのか中で見てたの変わると思うから、自分たちあんまやったことなくて、そう、ね、やったのもあれですよね、自分たち勝ち上がった、あ、それと、大会だと、あれか、自分たちが予選勝ち上がった月の、うん、その月予選の最後の、なんていうんですか、公式大会でやって、うん、そうそう、そのボロ負けしたやつですよ。そうだっけ？そう、めっちゃ、そう、大会前めっちゃボロ負けして、で、本番挑むっていう。あー、そうかも。勝ってないかもね。ちゃんと勝ったことないかもしれないですね、実際。確かに。なんか、外から見てるとさ、最近あんまり成績良くなかったから、なんか、統計もありましたもん。そうね、あんまり強くない説だったんだけど、普通に強かったな。最初の試合対策陣出したじゃないですか。うん。それで割れてると、なんかもう13以下かなと思ってたんですけど、ね、そうね、割と普通に対策できてると思ったもん。ちゃんと取られて。本当は事前にエンドから助言で絶対レジェンド陣を使わないみたいな、対象陣を、ね、正直なんか対策陣で取られちゃって、また最後それで揺らいでブロック陣で行ったんですけど、うん、結果エンドが正しかったかもありますね。対策陣でも守れないって判断してのボックス採用っていうのね、うん、ちなみにボックス入っちゃ多分クイーンウォーカーズ結構なんか今回の世界大会のテーマだったと思うんだけど、どうしてボックス陣使うの、誰が最初に出したの。本当の最初は、うん、星さんが普通の対戦で、
まあ、配置ないからってレジェンド陣使ってたじゃないですか。永遠に同じ配置ですからね。だけどそれめちゃめちゃ防衛率強くて、そうなんだよね。しかもレジェンドやってないクラン、ほんとそれ取れなくて、結果的にトライブとかも多分取れてなかったと思うんですけど、それでなんかブロック新しいのやったら、まあ、強いんじゃねみたいな話になって、ブロックってなんていうんですか、その対象陣ってピンポイントの対策はできるけど、その本当のピンポイントが来ないと守れないじゃないですか、他の来たらもうしょうがないみたいな。だけどブロックってなんかある程度の戦術に強くて無難にみたいなだったんで、耐久のしやすさ的にもブロックがいいんじゃないかなってなったんですよ。印象は割となんか誘った攻めよりが来ないとね、そうなんですよ。他の攻めに弱かったりするけど、なんだろう、いろんな戦術に守れるけど、逆に、なんか上手い人には全部取られるし、逆にね、7割、8割ぐらいの人なら全部守れちゃうみたいな。今回のなんかバタング戦のウレクとかも正直あれ、対策したやつが来たじゃないですか。てか俺の配置2個とも誘ったのに、なんか微妙にかわされてんだよね。ほんとオールブレーカー1マスとか、そういうので対策しても取られちゃうってなったら、まあどうせならブロックの方が守れんじゃねみたいな感じになって。マジかってなるしな、来たやつで、対策したやつで取られるあとはなんか普通に自分たちがブロック出されたら対象陣より嫌だなって思って、まあ、なんか勘違いしてる人も多いけど、なんかレジェンドで出した配置とか出してるわけじゃなくて、もう完全に新作でね、あ、そうですね、作り直して、まあ決勝の星さんの配置とかあれだけど、ちょっと足りなくてあれになっちゃったけど、はい、他の配置は全部新作として一応しっかり耐久テストやった上で出してたんですけど、筋のね、そこはガクトプラスが終盤に一体を作ってくれたんだけど、事実強くて普通に硬い配置だったから連投しててね、まあジュークスタイガーには通用しなかったけど、他のプラには通用してるからやっぱり普通に強い配置だったと思うけどね。ダサン的には逆にどうしたら勝てたと思います、JX に。ぶっちゃけやっぱあのウィナーズの決勝、勝ったら1勝分のリードができる決勝のやつで、あの試合で負けたら結構つらかったんじゃねっていうのが結構するのかな。ああ、そうですね、ワンチャン JX がローアーで負けるっていうのが、それもあったし、まあ、シンプルに勝ちやすくなるからね。なんだろう、JX タイガーに対する対策陣でいくのか、ブロックでいくのかっていうのが決まらないまま、なんか、大会挑んじゃって、途中まで、なんか、決勝戦2本分あれば、まあ、両方試すみたいな感じできたから、し、まあでもシンプルいなぁ。実力も強かったよね。あんまり、配信とかされてなくて、本当になんていうの、直近の大会とかの情報とかしかなくて、何々らしいみたいな動きらしかったので、そうですね、クイヒライダーするよこの人みたいなのが、そんなに聞いてもするやつ多いからさ、このクラウンもやるよ、まあまあまあじゃん、成績良かった人はそのまま強かったしね、そうっすね、守れんじゃねえって思った人は意味わかんないやつで取られるし、スニゴムシなんかめちゃめちゃな食い火スニゴみたいなのを取られるし、ジェイクスって自分たちの次のをつけました、そうかな、多分そう、あれパタンゴ違うか、パタンゴ最終、パタンゴ最終だからさ、ジェイクスバドジンがパタンゴ、来年以降も多分強いです、強いね、あれはね、めっちゃいいな、このやつさ、ダンスとかも、まあ、今月いろいろあって、今年いろいろあって出てきてないでしょ、 QSFN の人なんか強かったけど出てこない、強いキラ出てるか、 MCS とかも強いけど、強いキラ出てないキラ毎年いるからね、切り替えできてる、
か割となんかその決勝で自分が星1やって、うん、その後の切り替えは結構割と早くできて、うん、その伊田さんが試合後に言ってた、なんかあの今年はそういう年じゃない、分かりやすく言うとなんかケソカップってのがあって、うん、ケソカップもそのアッパーブラケットで準決っていうんですか、そうだね、アッパーの決勝、ミナーズの決勝、ミナーズの決勝でトンピナイに負けて、でその後ローワーから逆転優勝みたいな感じで、こうクラッシュマスターズとかもなんか最初は、ね、最初の予選全敗したけど3予選連続でしたね最後の予選で勝ち上がってそのまま優勝みたいな、今年はそういう年なんかなっていう、なんか自分の中でもなんか思って、なんか負けても焦りはなかったですね。そうですね、正直勝てる気はしてましたし、まあ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 って感じだった。本当に本当にそうだった。本当にその一言もあって結構決勝とかはリラックスして攻めたんですけど、そうだね、すぐ前回取ったのでドライブ攻めるんでしょう。でも決勝負けた後本当なんかあんま実感できなくて、うん、まあ、その日も全然実感なくて、ようやく次の日にっていう感じだったんですけど、うん、負けたことに対しての実感がなかったので、そうですね、本当に負けたんだ、うん、うん、正直去年はなんかその準決で負けてもなんかよくやったみたいな空気感だったじゃないですか、うん、なんか差も歴然でしたし、うん、今年なんかさっきも言ったんですけど正直勝てると思ってたし、うん、めっちゃなんだけど、なんか得した相手に負けたみたいな空気感っていうか、そうですね、うん、100% 勝ちでしょみたいなところで思ってたところで優勝取られてるからね、気持ち的にも ATN というのをやるために来た世界大会みたいな入り方をしてたし、事前の準備もなんかその ATN ともう3回当たる想定で、うん、もう3個 ATN を配置3個用意してみたいな、まあ、残りは1個でいい、うん、でまあ外したらまあ ATN の強いやつから持ってこうみたいな作戦だったんですけど、うん、一番対策しなきゃいけないのは ATN だし、配置ストックも8個しかない中、まあ、一番多くやるのが ATN で、3個は最低用意しないと、で、他の配置振り分けってなると、うん、ある程度ね、戦いそうなところを絞らなきゃいけないんだけど、同サイドブロックのトンピナイだったり、アピリオンだったり、バタン軍に対してはいい配置が用意できてるとか、そういうことしないわけです。逆サイドに対するジェックサイドっていうのは、まあ、逆サイドっていうのも、いい配置用意できなかったのも確かにあるかな、うん、うん、まあ3年目の世界大会だけど、なんかだんだんなんか変わるものがあるから、ね、気持ちだったり、俺はなんとなくだけど最初に比べてどんどん緊張感は薄い、なんか悪い緊張しなくなってきたかなっていう、ああそういうの自分もありますね、慣れてきたっていうか、なんか最初がもう本当に最大の舞台だったじゃないですか確かに初めてのああいうので、今後経験することもないと思うんですけど、やっぱオンラインっていうのもあって、うん、そうね、まあ緊張、そうですね、まああんまりしなかったんですけど、うん、なんか挑み方のなんだろう、そろそろ世界大会に近づいてきたからこういう準備するとか、なんかそうなんですよ、そうですね、うん、今年が多分一番準備できた年だと思うじゃないですか、去年出れるかどうか分からない、そうですね、本当もう決まってから1ヶ月以内に配置用意したみたいな感じで、うん、でも本当に正直を言うと、もっと耐久できたなっていうのは思います、うん、逆になんかその日数がありすぎて、そうね、ちょっとなんかだらけて、うん、サボ耐久してない人もあったんで、スケジュール自体は立てれたんだよね、そこ本当に詰めれればもっと JX にもちゃんと用意できたのかなと思います、ね、なんか結局なんか一番耐久した配置とか使ってないもんね、結局そうですね、結局なんか、うん、時間かけたものを使ってないから結局なんだろう、薄い耐久のやつが出たみたいな、あんまなんかかけた時間とあれが釣り合ってない感じになっちゃったかな、うちのビルダーの遠藤が100個以上、やばいよね、毎日のように対応してくれて、しかも相手の
相手が使っ対戦で使ってる配置とかを自分でコピーしてくれて、うん、もうなんかその相手の配置の傾向はこうだから、うん、攻めの練習にも使ってねみたいな感じでビルダー目線でね、そうですね、いろいろアドバイスくれたり、まあ、配置も本当にやばいです、うん、本当に多分エンドがいなかったらもっと、うんうん、早々に負けてたと思いますし、うん、自分たちのその月予選とかも本当に去年からエンドの配置に使われて、ね、なんかあんまり評価されてないですけど周りからは、うん、本当に貢献度がエグい、めちゃくちゃ多いですね、誰よりも貢献してるかもしれないくらいで、その分なんかちょっとエンドにも申し訳ないさはすごいありましたし、なんか100個超えるあれだとなんか配置も似てきたりとか、うまいのあるかもみたいな感じになるかもしれないけど、全部ちゃんと一品品の配置をしっかりとすごいやばいあれマジで、ほんとすごいです、うん、あれはやばいわ、予選も含めてでいいんだけど、はい、一番印象に残ってる試合とかアタックとかあったりする印象に残ってるんですか、なんか思い出あるとか取れてよかったとか逆にこれが悔しかったみたいなとか、あーなるほど、ちょっと違うでしょ、私も印象ですもんね、とかね、よくわかんないまま月予選突破して、月予選そんななんかですね、今年の世界大会ぬるっとしてたよな、そう去年がちょっと劇的すぎて、勝って感動みたいなのほぼなかったし、今回の本戦の方も、まあ、バタング戦かな、一番さまに食べようかな、勝って嬉しかったのでその2試合ぐらいで、なんか去年の世界選手権で結構伊田さんのラスト1手で決まるみたいな試合多くて、本戦とかやばかった、やばかったあれを超える試合はマジで、ね、あれは超えるの泣きましたもんね、試合で多分ローワーから今年優勝したら多分それ以上の感動があったと思うんです、確かにね、チャンスはあったよね、最終戦もあるじゃないですか、相手がこけて、うん、クランセイターさんが取れば、ね、一応勝ちの流れで、なんか心の中でなんか勝てる、いけると思ってたじゃないですか、相手が、うん、そうだった、うん、これいつものパターンで、そうで、なんか、はいはい、どうせ逆転でしょみたいな感じだったんですけど、うん、そこでなんかすんなり負けちゃって、うん、試合中に自分でなんか気持ちの整理ができなかった、そうなんですよ、負け角で本当に待ってきたんだけど本当に待っちゃったんだよ、なんか負けないなっていう、めっちゃありました、ね、本当にこれで終わりなのっていうすごい気持ちだったの、どの試合が一番緊張したとかある、緊張っすか、うん、もうない、本当にもう最近は慣れて緊張はないです、あとは2番手ってあんま試合決まってないじゃないですか、2番手伊藤さんとかに比べたらプレッシャーはめっちゃ少ない方だと思うんですけど、うん、緊張か、まあ、今大会で一番緊張したのはやっぱ初戦かな、うん、それか最後の決勝ですか、ね、うん、今回なんか比較的簡単なプラン自分多くて、でもさ、学の決勝のプランってすごくなかった、 あれだけ緊張しました、ね、うん、スニゴブターンを外さないじゃあ、これ裏話あるんですけど、あれやばったよね、タウンスニゴブをいけるいけるっすね、そう、なんかめっちゃ罠解除してたんですよ、星さんがもう罠ないから全部出していいよって言って俺全部出したんですよ、そしたらめっちゃ怖く出てきてちょふざけんなと思って星さん、マジかごめんって横でないと思ったわって、そうそうそう、不調不調不調と思って結果通ったから良かったんですけど、スタドラと星さんでね、そう、しかもその後の食い火も、もう食い火死なないから大丈夫だよって言われて言われた瞬間食い火に打たれて、あ、大丈夫なんかと思ったら大悪すぎる、マジがよっていう食いのものさ、そうです、うん、す
スティングオブトートとかの辺でもう言ったかなと思って、あれなんでインドラ使ったの。いや、なんか残りユニット考えた時に、うん、タイチクロスとシングル残ってて、うん、割と呪文も使えて、うん、でシングルとタイチってなったら、うん、でバルーンラバルーンやるにも、うん、対空砲なくてもありね。そうね、真ん中マルチだったんで、うん、そこは平気な打てだったんですけど、うん、インドラ最適機械かなと。ドラゴンライダー単体でヒーロー勝利とかじゃなくてさ、インドラ使ったじゃん。惑星的な話やもん。次時間やばいと思って。あそういうのは同時回収でいけるインドラでいくから。あ、正直なんでも分かってた。すげえな。割となんか同じクギルートで見えたんだけど、全然思いつかない。すげえ。バスターめっちゃ上手いと思って。逆に言うたサンドの試合がとかありました。そうだな。あ、でもやっぱ緊張したのはバタング戦だね、ダントツで。あ、初戦がやっぱ一番緊張するよね。そうっすね、うん、しかもあれっすもんね、大会そのものがやっぱ常に。しかも一応勝利条件とかありましたもんね。あ、そうね、確かに一応やらかすとやばい当たる。そう、じゃあ同じ内心にもヒヤヒヤものだけでした。まあまあまあ、いけ、まあ、いけるべ。まあ、そう、板さんは、まあ、板さんなら大丈夫だろうと思ってました。そうね、なるほど。まあ、あんまりいいアタックできなかったかな、第1回は。より強かったなと思ったのが、ジェイク・スティンガンの試合決まったやつの1戦目。あれはまあ、完全決まったなと思ったの。そうですね。他のアタックがもう、前回取れてもなんですよ。やばいアタックだったので、結構、そういうのも悔しかったポイントかな。アピリオン戦、こけて、まあ、チームが勝ってもすげえ悔しくて、でもその時にはもう AT とかいなくて、なんかすげえなんか悔しかった。前回の月予選のクラウスもそうですけど、なんか勝ってもなんかこけたらなんかあれですね、すっきりしないっていう。あ、そうね、クラウスも3連続でこけて行ってましたもんね。なんか、うん、嬉しいんだけど、うん、嬉しくないみたいな。その日とかもう決勝の前夜悪夢でうなされて起きたの。そんなレベル。そうね、かなりリアルな夢だったんだけどね。すごいかわかんないけど。どんな感じだったんですか。まあ、アペリオン戦が終わっての夜だから、まあ、ベスト4かな、うん、ベスト6チームかな。ベスト4か、ベスト4か、が決まって、でその日の夜3時ぐらいにその悪夢が起きたんだけど、その内容はなんか決勝戦で俺のせいで負けて、しかもなんかパニックったかなんかして、俺がなんか助け来てるの。何考えてるのか分かんないけど、地獄すぎる。試合中になんか俺助け来てるって、うん、なんでそうだったかマジで、ま、よく分かんないけど、流れなんか決勝戦でなんか俺が取れないってなって、バスケ切って、でなんか負けて、で本気最悪で、でなんか終わった後の空気もなんか地獄みたいな空気で、なんかユタさんのせいでみたいな感じで、なんかみんなからめっちゃ言われる夢で、それそう、もう辛すぎる。ガクとかめっちゃ切れてた。ちょっとただ最低なんじゃないですか。ガクめっちゃ切れてる。なんか俺なんか2位のメダルとかないんですかみたいな、なんか4人分でいいんでとか、なんかいや、すいません、めっちゃこっちに向かって行ってくるから、怖すぎる。めっちゃなんかもうクイーンカーズ解散だみたいな感じで、やば
あって、で3時ぐらいに止めて、もうこれ無理だ。そういうのでなんか結構自分余裕なんかなって思ってたけど、なんか意外とプレッシャーかかってんだなってそこで初めて知った。意外とプレッシャーかかってんの、ね。でも今年の初めとかさ、なんか割とそんな雰囲気じゃん。そうですね、うん、最初の方買ってなくて、ほんとターン14出た瞬間から急に打てなくなって、うんうん、ダンボール上がりたてって毎年日本最初苦戦するもん、ね、そうですね、でもなんかその日がなんか他のダンボールと比べてなんか大きかったもん、ね、そうですね、全然立てねえみたいな、そうなんか、しかもなんか13の頃って割と強いとこが順当に勝ち上がるみたいな、うん、ちょっと環境だったりしますけど、月予選最初とかもなんか、まあ、言い方悪いですけど初めて聞いたようなクラブに初戦敗退とか、ね、その月もその次の月も初戦でしたから、うん、戦で敗退してなんか俺ら倒した後月の対戦で聞いちゃうようなクラブで、そうですね、なんかいや何マジでっていうので、なんか一回ミーティング開いて、うん、なんか一瞬あれですもんね、解散もほのめかすような会議でした、うん、なんだろう、気持ちがバラバラだったんだね、そうですね、対する、対戦に対する気持ちが、対戦時間までに人が集まらないんだよね、いまだに残ってる。あと3人もその時いてなかったんですけど、うん、もう本当に正直やめる気でいるくらいの話で察してたかもしれないですけど、うん、クイーンウォーカーズ潰してみたいな、うん、またどっかでやるやったらみたいな、まあ、でもそれぐらいのなんかそうなってもおかしくないぐらいのあれだった、そこを乗り越えたからなんか次の予選も一発で勝ち上がりましたし、うん、ミーティングした次の月で一発で綺麗に勝ち上がるっていうのが、まあ、本当にやっていいよ話し合ったかやったのに、うん、まあでもそういうのもなんかそうなる前に止めなきゃいけない、なんか、ね、方向転換とかしなきゃいけないとか話し合いとかもしてかなきゃいけないとかだったのは完全にリーダーだったのかなって、クラブを見て、そういうのも全部書くくれて、なんか割と今、俺と他の4人って距離感すごい遠くて、対戦中の通話とかも入らないようにしてて、空気感がちょっと辛くなっちゃって、そういうのもあって、なんかみんなのなんかね、心がちょっと離れてる期間があって、ガフがそういう時間とかで使いました。ガフがいなかったら解散してましたね。俺も逆にその今一応なんか VCC は4人みたいな感じじゃないですか、対戦は。まあ、ビデオさんの気持ちちょっと分かるな。ちょっとメンバーが見たらちょっと。そうね、そっちの4人でどういう会話が起こってるか俺は知らないから。
まあ、でもまあ気持ちはすごい分かるなって思いますし、そこはちょっと今後の課題かもしれない。そうそう逆に今まで相当大変だったかな。うん、シンプルにプレースタイルの差とかもあると思うけど、なんだろう、意識の差とかもね、いろいろ、まあ、ジム戦だから、その辺もね、最低限の配慮。去年のなんか、世界選手権終わった時に、うん、今年勝ち抜けなかったら、これからやめようと思うみたいな伊藤さんがインタビューで言ってたじゃないですか。うんうん、なんかそれが俺結構頭に残ってて、だからなんかどうしても今年勝ちたいなと思ってたんですけど、うんそうね、特になんか最初の一月二月目で負けて、本当にその時ちょうどユトさんが VC 来なくなる時期で、そうね、なんか本当にこのまま離れちゃうんじゃないかなってめっちゃ、うん、まあ、ミーティング内容に俺が VC 来ないってことって議題に上がってたけどちょっと、うん、まあいろいろあったってことですね。っていうのもあって、なんか自分の中でも伊藤さんがクイーンウォーカーズ抜けたらもう解散しようっていうのを決めてて、そういうのもあって、どう言ったらわかんないですけど、なんか結構なんか昔からさ、とか今回のクラクラなんか世界大会終わった後にさ、カバヤとのアスケートの話だけど、ユタさんと勝ちたかったって言ってたの、すげえ嬉しかった。本当の意味での職名って俺とガクだけだもんね。そうですね、最初の作ったやつは俺とガクとバルナとザキツとあともう一人だったのかな、エレンか、うん、そうダンボール12の一番最初の世界大会出た時もなんか大会バルナシーンみたいな感じで、なんかノリで出てみようか、ね、何それみたいな、なんかみたいな、全然興味ないけど、なんかちょっと参加してみるかみたいな感じなんですよ。ノリから始まったんでね、最初。なんか勝てそうじゃねえとか、どこまでいけるかなって。なんかオフラインらしいよ、みたいな。勝ってもいけるかわかんなくねみたいな、そういう空気感とか始まって。で、なんか最初にね、トライブが優勝して、なんか6年みたいな、めっちゃかっけえみたいな。生きてえなって。で、日本クラブもどんどんポーランド行って、目指せるんじゃないみたいな、うん、最初に行ったのブレイズだったのかな、あれは多分クランリーグなんかで気しますね、うん、めっちゃ羨ましくてね、うん、でそっからなんかスタドラーがね、そうですね、GS 勝ち上がった月、まあ、エレンのツテがあって、あ、そっか、エレン、あ、そっか、GS が先行ってんだ、そうっすね、確かに合併しようみたいな感じになって、うん、ハグレと GS、まあ、エレンとかが、まあ、そこで、まあ、多分一応、あの時、少しだけ人生だったので、そうですね、3つだけど、まあ、2チーム合同で、やっていくかみたいな感じで、グリーンウォーカーとかできて、まあ、その時にスタドラが GS にいて、GS から、まあ、アースさんとスタドラが、一緒にやりたいですって感じで入ってきて、スタドラとの出会いですよ。チームが好きだった、そうですね、うん、最初のだから勝ち抜いた月は俺とガクとスタドラとエレンとワーサと3つに、うん、なんか勝てたわ、 DOJ とね、あ、うん、結構クラクラ人生ででかい、あの経験はあれ巻きつつは結構やばかったな、うん、そうっすね、自分と歌さんってすごい付き合い長くて、そうね、自分たち一回クラクラ離れてる組でお互い、うん、それは結構感じる、なんかクラクラから抜けた経験があるかどうかって結構、うん、自分の中ででかい
クラクラ抜ける前もタウン9とかで、伊田さんがはもう最前線でやられてて、うん、そこで初めて知り合って、なんだかんだもう8年、7年とかですね。で、騙されてたのか。伊田さんめっちゃ自分に敬語使ってずるいんだよ、あれはさすがに。なんかね、30代後半のおっさんみたいなリーダーキャラをね、僕が。その頃のクラメンっていうクラメンではないですけど、うん、まあ、一時期体験できたりとかもしてね、まあ、でもキュースペのリーダーがっていうのと、まあ、ハグレの、まあ、顔じゃないけど、そうそう、うん、その時リーダーって聞いたから、うん、割とツイッターで探しやつみたいなみたいな感じで、ツイッターなんかもう本当ライバル的な関係で一旦クラクラやめてお互い、そうね。思えばその帰ってこれたのでかかったな。そうですね。うん。まあいろいろあって。まあ今はいないんだけど、俺はガリオさんっていう人が白井にずっといて、たまになんかインした時にたまたまガリオさんとかがいて、それでちょっとまあ人と人のトーンをつながりでなんだろう、クラクラとしてのなんかクラクラやりたくて開いたわけじゃない。ガリオさんとちょっと話したくてみたいな感じで、そうこうしてるうちになんか、まあ、その辺の仲いいメンバーで対戦やろうみたいな雰囲気になって、なんか気づいたらちょっと復帰してみたいな感じになって、パグレも復活させてみたいな流れで、そんな中でなんかキュースペももうガクからリーダーを出してるからね、そこからパグレにガクが来てっていう流れで、まあ、本格的に比べになったんですよ。そこからだと、クラクラやってからは一緒に、うん、世界大会だけじゃなくて CWL とかもね、そうそう、ね、いろいろあったもんね、前回取ればみたいな、うん、そういうのがたくさんあるな。来年もあったらやりたいとか、なんか勝ちたいみたいな気持ちは、それはもちろん優勝しないとさすがに終わらないですね。優勝するまで終わりません。やりましょう。来年で終わっちゃうかもしれない。なんか発表されてるでしょ。そうっすね、うん、まあ、あってほしいですけど、うん、ブロスタが多分ね、世界大会終わった瞬間に発表されてたんだよね。クラクラってなんかいつも遅いっすよね。そうだっけ、去年もなんか最後にした。そうなんだ、まあ、5000万人もしてる。でもなんかローカルの大会とかもなんかクラクラ公式が絡んでる機会が多くなってきて、クラッシュマスターズが急に現れたみたいな大会になってました。ケツカップとかも一応僕だとしこれから出てくる大会で今絡んでるやつが面白いと思います。来年やっていく上で、なんか、個人的な目標とかあるんですよ。個人的なその、うん、例えばレジェンド1位取るとか、あー、なるほど。何月に何したらいいとか、うん、結構なんか自分の中ですごい感じてるのは、うん、自分がこけた試合って、大半負けるんですよ。うん、多分、伊田さんも感じてると思うんですけど。マジで分かる。自分でこけた負けた試合ってすごい印象に残るし。なんか結構、まあ、スタドラこけても勝つみたいな試合が山ほどあったりするし、割と自分が取ってれば勝ったなっていうなんか大会も今年多分結構あったと思うんで、来年はなんかそれなくしていきたいなっていう、全部をなくすのは絶対無理だから。そうですね、全員が全員均等に先輩にやったことある、そんな無理だから。気持ちはわかるよね、でも誰かが何かのせいで負けたとしても、正直なんか、
タウン12人の時とかはなんかもうみんな取れないから、まあそうなんか先般って言ったらあれですけど、うん、そういうのが分かりにくかったじゃないですか、うん、13、14って割ともうプロだと1個落としたらもうその人が運勢で負けちゃうみたいなのが多いから、結構 YouTube の海外の方だったりだけど誰々のせいで負けたみたいな関わり方結構されるし、そうですね、それはでも間違いないからどうしようもないし、どうしようもない。かなり日向かるな。あとは目標。自分たちって結構その大事な大会は強いけど、うん、正直なんか他の大会って弱いじゃないですか。うん、そんなに大きくない大会ですか。そういうとこもちゃんとやりたいなっていうのがありますね。うん、割と原因は舐めてるところにあると思ってる、うん、個人的にちょっとね、このメンバーに思うのは相手へのリスペクト忘れないでほしいなって結構あったりするかな、なんかいろいろそうだけど相手だけじゃなくてなんかやってもらって当たり前みたいなのをところもたまに見受けられればそれがちょっと辛いな、今回ねウェルプレイドの公式さんが会場を用意してくれたのもそうだし、なんか俺らだけでやってるわけじゃないから、まあ、こんなことね、こんなところで言うあれじゃないかもしれない、っていうのを少し思うかな、うん、自分で勝ちに行くんだよね、まあ、配置はどうしてもあれだけど、そうですね、攻めのスタンスとしてはね、あとは早い月でまあ勝ち上がるには勝ち上がりたいなって思います。そうね。今年は割ともう3番目だから早めに出てすごい楽だったし、ね、気持ち。そうですね。本当準備もだいぶできましたし。うん、でも俺もシンプルな話だけどやっぱ攻めの精度っていうか、うん、割となんだろう、気抜いてるわけじゃないけど、まあ、少し普段の体勢よりは抜いた体勢とかも今年は結構あったから、うん、終盤は割と真剣にやってたから、なんだろうな、序盤とか結構割と5番目って目立つから失敗した時に先輩先輩言われることも海外の方ですげえ多くて結構厳しいので、うん、今年の最後の方は割とできたと思うけど、でもそれでもまだまだ全然足りてないから、対戦でのなんだろう、しっかり全開取り切るっていうのを増やしたいなって思ったかなって思いました。あとなんか普段の対戦も大事だけど、なんか世界大会みたいなところになってるのになんか露骨になんだろう、配置のレベルがぐっと上がるからね。ああ、そうですね、死ぬほど上がるから、配置のレベルがピンポイント対策とかもありますし、JX の台配置とかも結構嫌だったな、なんかいろいろ気使ってんなっていうのが見ててわかるから、うん、ぜひやりづらい配置もあるし、まあ、攻めの幅っていうのをやっぱ広げなきゃなっていうのは、まあ、正直去年の決勝も感じたけど、まあ、より広げなきゃなっていうのが引き出しだったり、そういうのをやっぱ広げなきゃダメだなって思ったかな、うん、
こだわりとかでプライドだけでできるぐらいあんまり世界じゃないね、凡人には。そういう意味では学とかめちゃめちゃ良かったよね。いろんな戦術使って1番手、2番手、3番手っていうのを。いや正直クイーンウォーカーズで一番なんだろう、難しい立ち回り強いられてるのが学だと思うんだけど、スタドラーによっても順番変わるし、位置も変わるし、負担になってない。まあね、割と今のそのやり方で割と結果は出てるわけじゃないですか。なんか別に変える必要はないかなと思いますし、うん、やっぱなんか5番手はやっぱり打算に行ってもらいたいですし、なんか閉まらないじゃないですか。まあまあまあ。ってのもあって、まあ逆にその自分がその一番重い負担って思われてる中で結果出せたら、うん、モチベーションになりますし。普段の大会の成績とかもなんか、世界大会前になんかユーザーがなんか上げてたけど、ダントツが一段の額だったし、正直一番難しい立ち回りしてるの額だと思うから、それシンプルにすごいなって思いました。なんだろう、その世界大会の成績だけでなんか結構話とかされちゃうけど、貢献度っていうところで本当に欲しいなって思うよね。うん、そうですね。うちは学がいなくなったら終わりですよ。いやいや、三田さんもです。もうなんか対戦そのものだけじゃなくて、もっといろいろあるから。対戦そのものでの貢献度を高いから。なかなか言えないことがないと、まあ、学にちょっと直接伝えたかったんだけど、それからでか落としてよしよし。学の貢献度やばいです。いや、皆さんもそんなマジ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 、俺たち何もしてない。いや、してました。なんか伊藤さんの凄さはもっとなんかメンバー、他のメンバーにもなんか分かってほしいってありますね。数字だったり目に見えないものも結構大事だったりするからね。話がいくか。はい、そうだね。じゃあね、毎回さ、はい、自分のもうベスト3のプレイヤーを出そうみたいな話してたじゃん。ああ、ありますね。あれのさ、5V バージョンやるんですか。ああ、現環境。そう、あの、クイーンウォーカーズ以外の、はい、じゃ1番手こいつ、2番手こいつ、3番手こいつみたいになって、1人ずつ。1番手なるほど。あ、出さん。いいですよ、ね。あの、他の人なんか、1番手じゃないやつ、1番手。あ、そう、あの、まあ、立ち回り勝手にやらせる。トップ5を選ぶ。自分が監督だったとして、はい、ドラフト会議みたいな。ウルスター誰組むみたいな感じです。監督ってね。ちょっとシンキング。誰にしようかな。やっぱなんか、自分とさ、結構か、なんか、役割被る人って結構、あれだからなんか、5番手ばっか選んじゃう。5番手プレイヤーばっか選んじゃうみたいなこと。なるほど。他のクランって意外と固定してないですよね。そうね。ATN とかもなんかスタッツの表あったじゃないですか。うん、みんなバラバラで、うん、どう決めてんだろうレベルですよ。なんかでもなんか攻め順によって全然全体率違う人もいて面白いよな。ああですね。あれあの人マジすごいですよね。5番手で全然取れてないのか、2番手で 100% みたいなのが面白いですよ。いや1番手むずいな。俺一番って強引にやらせる。そうだね。強引にやらせないときついよ。そうそう。
なんか、まあ、一応決まりました。マジ？世界最高の一番手って誰なんだろう。勝手にやらせるしかないの。逆になんか一番って固定してるとこあり、まあ、あるっちゃある。ビッグとか。ビッグそれとか全然臭いな。スタドラだ。スタドラはあるよ。こけたら勝てるっていう人物。確かに逆に。逆に強いかも。何してもいいよ。取ったら取ったでプラスになるし、こけても勝てるからとか。そうそう。おかしいね。OK。はい。一人ずつ出してって決めようで。思いましたか？いいですか？いいよ。一番手、アスト。意外でした。なるほど。確かに、めちゃくちゃ強いですよ。まあ、理由はあるんですけど、やっぱ一番手ってドラできる人が正直強いんですよ。アスト今年からめっちゃドラやるようになって、去年もね結構ラバルのイメージだったんですけど。アスト強い。ドラ安定して取れるプラス、まあ、先日他の勝率もいろいろできるので、ね。強いわ、それ、まあ。はい、これはもう勝ちました。一番手強いわ、一番手強いアスト。俺はね、あんまり一番手じゃないんだけどね。PS を見込んでと、割と、まあ、いろんなことやったりと、まあ、序盤の方に行くことも多いということで、バドジンガの力です。ああ、なるほど。正直かぶりました。あ、でもね、まあ、あれは多分本当に、今年から来たプレイヤーなんですけど、彼は強い。マジラバル、ご本人入りますね。世界中から。力ですはマジで強い。マジ PS 化けます。PS の塊だね、あれは。うん、まあなんとか力図もなんとかしてもらう。なんか結構自分の好きな配置選ぶの得意そうだなって見てて外から見せる。ああ、うん、自分の形持ってそうですね。うん、だから多分一番でもできるからやってもらおう。まあちょっと被っちゃったんで、うん、自分も力レスなんですけど。あ、2番手。まあやっぱなんかその一つの戦術極めてる人って割と、うん、まあ柔軟に取れるじゃないですか、うん、しかも彼だったらなんか突撃だけじゃなくてなんかラバル全体できるんで、スニゴブ系もできるし、ね、ラバルできるプレイヤーやっぱクランに一人欲しいなっていうので、うん、力ですね。幅広いし対策できないからなんですね、うん、最近なんかスケルトンコウモリみたいな、スケインブをスケインブ、ね、できる本番でできる人はマジで、うん、世界に本当数人しかいないですよ。メンタル強いし成功させるじゃん。おっさんですらミスするからね、あの戦術ね。あれも俺やってほしくなかったっすね。おっさんめっちゃ怖いもん。許されるのがシンセとか、アダリアンのもう、死ぬほどやってる人たちだけだよ。そうですね。今ってか。今って誰にしようか、そんなって。あ、今って、マスクです。意外っすね。うん、マスクもね、データ的に前半行った方が取れるだけがあって、はい、マスクはね、幅広いね。そうですね、めっちゃ食い火のイメージでしたけど、うん、今回のドラバックでした、うん、ちょっと世界大会で回想だったけど、世界大会前のスタッツ、ダントツで DT によって、しかもなんか、やり方がね、それはもう罠があっても絶対止めれませんみたいな綺麗な見方するのが一点にすごかったから、うん、あれは本当にバナ警戒ができた状態とかで、まあいいですよ。バナかかっているっていうのが、まあまあまあ、うん、でもなんか無難にアスト欲しかったなって今思って。皆さん的には今年の ATN は強化ですか？難しいあれですか？去年よりはちょっとさすがに落ちたかな。直接やっても割と勝てそうなポジションだった、うん、それはどうなんですね、うん、まあ、なんか負けてもそんなに驚かったけど、しかもなんか、なんていうんだろう、レナイデが変わったからっていうのじゃなくて、なんていうんだろう、全体的なあれですよね、うん、割と、まあ、あんま名前挙げたくないけど、ブームとかバレとかは去年の方が強かったなって印象だね。ああ、そうそう、ジョジョもちょっと最近ちょっとミラがある、うん、うまいけど、そうなんだけど、マジか、技術だけはバケモンでいる。そうですね、前回率を求める話になると、うん、
話で詰めちゃう。じゃあ次いいですか、うん、これ被ると思うんですけど、うん、まあ、LP です、まあ、出すなよ。サンバッテリー持ってきたの。いや、もう5番手は自分入れるんじゃん。あ、そうなんだ。いや、多分 LP はマジでもう、うん、まあいろいろな噂ありますけど、うん、まあシンプルに PS 多分世界一位です、うん、間違いない。それはちょっと、断トツ一位だな。本当になんかそのプレイヤースキルっていう観点で見たら、うん、私、うん、追い越せないレベルの断トツで世界一位です、うん、PS で見たらね、一人だけどこ行っちゃってるか。断トツです、本当に。他のプロとかも結構一番上手いの誰みたいなアンケートで LP ばっかり並べてますし、うん、最強ですね。最強すぎましたよ、本当に。やばい、マジでこれ、マジで本当に最強です。最強だから、プランどうしたらそうなるよっていう、どうしたらそうなるの。しかも戦術は割と広いし、割となんだろう、クイーンウォーカーズとふざけた対戦、対戦相手に LP ちょっと期待するもんね。ちゃんとなんか乗ってくれますね。 LP って結構乗ってくれるんだよね、意外と。フランスとかがわけわかんない演出で攻めると LP もなんか返してなんかよくわかんない演出で攻めて、そういうのもめちゃくちゃ思った。正直多分ダンス育ち勝ち上がってたら、なるほどね、優勝したら LP 絶対 MVP 取れだろうくらいの安定感あると思いますし、納得のエース。彼にはうちで5番手を務めてもらいます。LP が5番手だったらもう大安心だろうな。そうっすね、飽きるんだよ。と3の3番手はね、ちょっと頑張って出る難に出てきてもらいます。あー、なるほど、なるほど。ちょっと後ろ詰めることが多いけど頑張って出てきてもらいますので、うん、割とでも全部使ってってるから、ね、マスクがちょっとびっくり欲しかったな、これ。まあ、なんとかしてくるでしょ、彼は。ちょ、エレナーも割と TS バケモンプレイですよ、うん。割と俺の好きなタイプの選手が並んじゃってるな。まあ、ヒゲの食いひのおじさんです。俺より若いけど。そう、かぶるか。かぶる中には、あいつの、5番とか。いや、4です。あ、4なんだ。正直うまいっすよね、なんかレジェンド配信とか最近しょっちゅうしてるんですけど、今年なんか NGP なんかあんま立ち上がれてなかったんですけど、ベルナウ自体単体で見たらほぼ全員取ってました。新生も来年なんか新生ラジオチーム発表されました。マジですか。スペースセッション。あー、ですね、頑張ってみる。強い人が、俺が好きな人の人がいて、カストルさんです。あー。俺、カストロさん4番でやってもらおうかなと思ってて。あー、ブラジル人の QSFN のね、5番手に勤めてた人なんですけど、スペースステーションのブラジルチームがあって、あ、 SSG やったんですね、結局。メルナウ、カストロ、マリナウ、レオ、セリー。あ、ルーピーじゃないんすね。うん、やった。まあ多分と来年が優勝ヒットですね。ベルナウとカストロ一緒になるのはちょっとやっぱりな自信かなって感じが。そうです。うん、それできんもんな。というわけで、うちの4番手はカストロ君にやってもらいます。じゃあラスト、待ってくれ、うん。トライブのクロノスです。あ、そっちか。まあ、シンプルには上手いっていうのはもちろんなんですけど、うん、割となんかプランが正解やなって思うこと多くて、正直なんかプレイヤースキルとかでいったら LP とかがにはもう絶対勝てないんですけど、プランが強ければなんか多少のまあプレミしても余裕じゃないですか。そういうのすごい上手いなと思って、なんか前回の取り方なんて言うんだろう、なんかこだわりなさそうだよね。そうそう、なんか分かりやすく言うとなんて言うんですか、例えばトツイエピとかで、うん、普通の人はなんか投石機とかなんか狙うじゃないですか、うん、このバリューが美味しいからっていう理由で。だけどなんかクロノスは対空砲だけ壊すけど、まあ、それが結果ルート良くなって、うん、まあ、結果ドラが全く逸れないから、うん、投石壊すよりもいいバリューになっているよみたいな
うん、そういうなんか全開の取り方みたいなのを熟知してるなと思って選びました。堅実っていうか、うん、冒険あんまりしないけど確実に取ってる、なんだろうな、なんか安心できる感があります。野球だったらなんか2番いいし、バントもうまいし、守備もうまいし、ね、そうそう、うん、うまい、堅実だ、そうそう。で、最後がメガネ、4ペナス、あ、4ペナス、で、5クロノス、お、5クロか、そんな驚きます。クロノス、あ、そうか、あ、確かにな、トータルで見ると、アスト、うん、リッキー、うん、リケレス、うん、MP、うん、ベルナウ、クロノス、あ、強いな、コイス3人かぶってほしい。LP は被ると思ってました。アストとクロノスが違うか、で、俺が被ってないのがマスクとカスト、安定感、額の方がありそう。アストとクロノスは割と堅実タイプだったので、そうそう、アベレージヒッターというか、うん、守備打者タイプの2人だったので、うん、めっちゃ、なんだろう、ホームラン打つわけじゃないけど、ヒット大量で打つって感じですよ。ブラジルってなんか強いですよね、なんか、強い。なんか、なんだろう、確かに。どんどんなんか、本命クランの次に強いクランがブラジルどんどん出てきてる感じがする。あ、イッツが出てきたときはなんかイッツ一強みたいな感じだったけど、確かどんどん強くなってきて、チームで最下位だな、どう？イッツとなんだか同じぐらいだったな。原産クラッシュですね。違う、どっかの先、どっかあったよ、どっちだ、あ、どっかあったって言って、はい、お願いしたら教えてください。なんか NGT ですか。あ、そうだ、NGT。 そうそうそう、確かにそれや、はい、なんかガクさんが日本版やりたいって言い出したんで、ちょっとまだまだ、あ、日本版やりたいらしいんで、日本の版誰だろう、クイモカズ以外、はい、何か被ると思うんだよな、さすがに。ちょっと考えていいですか。うん、難しいな、うん、難しいですね、うん、クイーンオーカーズカップとかも第2回できるのかな、やりたいですよね、シンプルに見てれば楽しかったですし、うん、それ楽しかった、難しいよね。そうなんですよ。一人決まらない。うん。いや、もう大丈夫です。一人。誰か一番ってやってくれる人いないかな。誰か一番ってやってくんないかな。誰かいないかな。注目してる人いますよ。ユーカニさん違います。ユーカニさん一応入ってらっしゃるんじゃないですか。あ、そうなの、わかんないです。あ、入れてるか、今日の方だ、いいですか、うん、じゃあどっちからいきます、じゃあ今度ユーさんから。オッケー、一番手で僕コマくん使います。おー、ですか、うん、大胆っす、うん、100% スタッツ 100%
走り抜けてくれ一番手で、もう最強最強です、最強、うん、裏話なんですけど、あれですよね、自分たちが一回メンバー足りない状況になったじゃないですか。そうね、その時、自分たちの中で誰か一人会員しよう、おっさんが入る前の、そうですね、おっさんはなんかもう絶対当時顔出ししない人で、うん、メディアとか嫌いそうだし、そうだからもう無理かなと思った時に、うん、誰誘うかってなった時に三田さんとかと話し合って、コマくんいいんじゃねみたいな、そう、クイモカズで一緒にやりたい人とかできる人ってすごい数です、限られちゃうから、コマくんに声かけようってなってたんだけど、まあちょっとその時もう UOL とかペンギンでね、そうですね、ペンギンに入ってて出せなかったっていう、最強最強っす、うん、どれ一番ですか、うん、スミスですそれ、それダメだろ、顔出しできないもん、いやいやいや強制させます、いや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 、いやスミスは、うん、スミスだよ、スミスはなんか自分の形持ってる、まあそうね、プラスドラもできるんですよ、うん、自分の選ぶ基準、それでやっぱ、うん、まあまあ一番ってすんなり決めるの大事だし、確かに早いね、選ぶの、なんか配置が強いんですよ、スミス、確かに、これあんまビルダー目線ですよ、強い、そうですね、一番ってスミスに顔出ししてもらいますそれは大胆な話出たよお前考えてなかった、それもさすがに、なるほど、そうきたか、はい、でもね、そういう繋がりで言うとね、うちの2番ってちょっと期待も込めて森勝にやってもらおうかな、おお。頑張ってほしい、多分喜んでますよ今じゃあやっぱ森勝は、まあいつも自分の形持ってるじゃん、そうですね、ハグレーもね、一応赤置いてるからね、あの対戦とか見てたりするんだけど、あ、結構絶対取ってるし、まあ、調子悪い時すごい調子悪くなっちゃうプレイヤーなんだけど、うん、いい時の森勝ってめちゃくちゃうまいから、うんうん、まあ、気持ち的に本気でやりたいっていうのをね、なんか話し合いでしたことがあったりするから、なんか防御に対する意識も強いしね、そうですね、うん、まあ、ハグレーのエースとして引っ張ってほしいなと思っています、はい、うん、それは納得です、うん、2番手か、これ2番手にコマくん使おうと思ってたんですよ、なるほど、そうですね、2番手やっぱ割と食い火見やすいとこ行けたら、うん、まあ、1番手ドラッグ取ってもらって、うん、まあ、2番手食い火で伊達の君めちゃめちゃドラゴン対策されるみたいスミスも突撃でドラゴン対策されてるけどやばいっすね、うん、2番手はちょっとコマックにお願いします、なるほど、まあ幅広いし、そうなんですよ、多分フルスペックなんだよね、うん、なんか自分結構コマックってプレイスタイル似てる、うん、似てると思いますし、うん、2番手いいんじゃないかなと思います、強い、3はどうしようか、有田さんで、じゃあアフィリオンからチャコさん、ああ、うん、はい、なんか対策されないよね、そうっすね、なんか無理だね、やっぱり直接やって分かったけど、そうっすね、無理やね、チャコさんもなんかあれっすよね、前回の取り方をし、そうね、割と積み立てられたりです、うん、なんだろう、自分なくて生きる部分を見極めれるのがチャコさんだったかな、割と自分のナイパーとかすごく多いし、テープとか本体別々で使うことが多いんだけど、ドラゴンライダー単品で後で流してきたりとか、そうですよね、うん、区画攻めのちょっとそこまでいかないぐらいそういう攻めが変わんないな、ですね、なんか自分も含めなんていうんですか、プランの組み立て方がなんか最初はなんていうんですか、クイラバで見て、うん、まあ、ダメそうなら次クイヒーライダー行って、ダメなら天才ラバで行ってみたいな人多いと思うんですけど、多分チョコさんとかってあれですよね、その配置見て、うん、戦術ってよりかは、そうだね、ここに刺さる区画を選んみたいなので、みたいな、で、残りユニットで埋めていくみたいなタイプだと思うので、強いと思います。ちなみに自分の4番手でした。誰やさ、3番手は龍太くんです。はぐれさいよ。言うてみたい。人数で固めてきたな。まあ、理由は結構何個かあるんですけど、うん、まあ、普通に対戦は最近取ってるっていうのもありますし、うん、やっぱモチベーションってすごい大事じゃないですか、大事、リエタ君それすごい強いなと思って、うん、
か朝まで耐久したりだとか、うん、レジェンドもめっちゃ頑張ったりだとか、クイーンウォーカーズもね、世界大会もつけてもらってね、そうですね、モチベすごい、うん、はい、変わると思うんで、モチベで採用されてますね、今後のあれも含め、うん、はい、リュータ君で、これからの成長も含め、そうですね、でも今でも十分強いですね、うん、まあ、ハグレメタルの、はい、リュータ君が、3番目か、で、4番目がチョコさん、はい、うん、深くからなんかチョコさんに何か言ってやることかな。あ、もうさっき言った通り、マジで、あれですね。深く、あいつの捉え方がね。そう、なんか前回の取り方が上手いですね。まあ、じゃあ5番手一緒になったんですね。うん。俺は4番目は、森尾さんですね。ああ。まあ、割とこっちは駒くん、森尾さんと、あと最後の、カズマさんとかいろいろ、万能タイプというか、安定感の塊に、そうですね、うん、ホームランで打ってる首位打者っていう感じかな。森尾さんも今年でしたっけ、うん、日本一決定戦ででかく出てきてかな。なんかちょっと前からなんかレジェンドリーグでトロフィー高いなんか誰だあの人みたいな感じになってたもんね、最初も。なんか急に無理に見えない顔文字のやつですよ誰これって言っておっさんとか特にそういうのすごい気にするから、誰これ誰これって言ってたよ。どうやらなんか、そういう人がいるらしいみたいな感じですね。うん。で、出てきてめちゃくちゃ思ってる。戦術幅も広いですね。うん、割とクラウスタイプだな、結構ね。で、5番目は、まあ、カズマさん、ね、うん。ですよね。うん、あそこは多分一致すると、うん。強い理由を言えって言われてもなんか、うん、どう言っていいか分かんないですけど、うん、結果が、うん、物語ってるのもあるんですけど、なんかアホほど崩れてもカズマさん取ってくるもんな。そうっすね、いや無理でしょって思って、私の世界大会でもあった確かに終わったなって思ってなんか前回までもいいよマジで確かに確かに、いつもなんか5番手行ってますよね、うん、もうアフェリオンも結構固定する感じに入ってきてるね、順番なんか割となんかどの配置でも、うん、取れる印象があるんで、うん、まあ、レジェンドもそうですね、やっぱ苦手なことはさそう、うん、最近なんか自分すごい海外の人に、うん、カズマって誰みたいな聞かれるんですよ、だからそんだけ多分世界的に見るんですよ、うん、そんなに喋ったことないけど友達って言ってた。すごい嬉しいみたいな加藤さんからしたら。よろしくお願いします。なんかすごい話した。あ、話しました。うん、レジェンドボットの使い方を教えました。あれが初めて。あ、多分そうですね。まあ挨拶会釈くらいはしたんですけど。なんかすごい高性能だったんですね、うん。めちゃめちゃ、はい、気持ちのいい高性能。ちなみに、カズマさんとチョコさんと僕がね、写真をあげたんですけど、ツイッターの方に。そしたら、クラクラやってない、なんかアマス界隈の人のコメントがあって、私の知り合い、ユタさんと写真撮ってるみたいな。高校の時の同級生がユタさんと写真撮ってるみたいなツイートして、カズマさんかチョコさんの同級生がアマスの見てる配信者の中に同級生いるらしいです。うん、どっちかわかんないすごい繋がり、そう、世間狭いな、うん、同級生同士強いね、うん、強いですね、うん、日本のレベルやっぱ高いと思うわ、ですね、多分今の言った5人で全然世界大会勝ち抜ける優勝狙えるレベルで勝ち抜けるからです、ね、うん、でそうは熱いし、まあ、クイーンオーカーズカップもね、そういう意味では楽しかったしですね、またやりたいですね、本当にこれはもうガクさんがステファニーを空洞き落とすちょっとその分、拡散とかお願いしますマジで大事だよ
本当それが全てですね、うん、なんかすごい数字を大事にしてる感じするよねやっぱり。まあでもまあ、うん、当たり前だけどそうですね、どれぐらい見られてとか、たくさんとか、ツイッターのいいね数とか、うん、YouTube の同時視聴とか、そういうのがやっぱ1回目で良くないと2回目で繋がらないから、本当に、まあ第1回は割と、僕らのからすると割と満足いく数字だったんだけど。ですね。一応スポンサーの方も一応割と日本ではいい感じだね、みたいな。いい感触はあったのか、多分。ですね。第2回って話せばワンチャンけど、やりたいね。やりたいですね。知り合いが出てる GoV って楽しいですね。めちゃくちゃ楽しい。めちゃくちゃ楽しいし。まぁちょっとハグレ頑張れっていう気持ちも少しありつつですね、うん。ハグレが日本でどれぐらい通用するんだろうって思って、いうのも結構紹介はあったから、全く通用しなかった。初戦で負けたんで。まぁ、なんかその辺の悔しさもあって、今ハグレめちゃくちゃ調子いいからね。ですね。自分らも負けましたもんね、公式戦で。うん。一回ね、ハグレと当たるかな。ちょっとね、その辺のあれが動画にできてないんだけど、ハグレと一回当たったことがあって、普通に負けました。結構な対戦。クラシック話しちゃうんだよ、リーグ戦、クラシックカップみたいな、よくわかんないですよ。そうですね。同じグループで、まあ、そこはハグレとクイーンオーガーと勝ち抜いたと思ったんだね。あとなんか、個人的にやりたいなと思ったのは、俺が選んだ日本のなんかトップ選手で、バンブイバーンのトーナメントやらせてみていいなっていう。めっちゃ楽しそうじゃないですか。なんか普通にやってもあれだから、バンルール持ってようかなと思ってて、そのなんか仕組み今悩んでるみたいな。例えば、一回使った兵器は使えないとか、なるほど、だいぶ。兵器バンとか、ユニットバンとか、まあ、ユニットバンだとちょっとバレるのが強すぎるから、少し悩みとかなんだ。なんかそういう感じでできたらいいなって。なんかそんな感じでなんか今後やりたいことがある。てか何時待ち合わせにしてるの？いや時間はいてない。まあ6時半に、まあスタドラと森勝は一緒に行くみたいですけど。うん、なるほど。着いたら教えてです。森勝もおる。着いた今。えらいな。ちゃんと集合。昨日もだってあれですよ。10時集合で、クラウス2時間半乗りでした。おっさんも1時間遅れて。やば。俺と森勝しか来てない時間。スタドラスタドラも20分遅れて。ちょどうします今後の、ペナルティーみたいな。えぐいな、それは。さすがにちょっと。リアルで2時間半はえぐいな。さすがになんか、うん。対戦とかも全然治んないじゃないですか。うん。一回止めますね。いいよ。勝手に使われるじゃないですか。いいよ。うん。2時間半は、だってさ、その前の浅草さんもなんか、2人だけ遅れてきたんでしょ。そうですね、1時間とかで、食べ歩きだったからみんな満腹で食えなかったって話聞いたの。よく知ってますね、よく話すけど、クラウス欲しいスタドラクイーンウォーカーズ以外じゃやっていけないって間違いないです。もともとはもうスタドラが問題上枠だったんですけど、最近なんかまともに見えるよね。逆にまともに周りがヤバすぎて守った時だけなんか、あれだな。来れた時だけなんか、タイプでかいから。電話しないと起きないです。本当に今起きたみたいな感じで現れるから。逆にあれじゃない？普段言えないことを暗面に見たい。愚痴まみれになったらどうですか。いやいやいや、直さないといけないところね。直したらいいね。はい、ちゃんと言いますか。うん、まあシンプルに移動だね。そうですね、
対戦時間に現れない人たちがいます。しかもその裏で動いてるのはその交渉してる人がめっちゃ謝罪してるんですよ。あと誰々来てないから遅れちゃうからごめんねみたいな、そういうのをなんかもっと知ってほしいかなって思います。これはね、交渉したことないからあれなんだと思うけどな。すごいいろいろなってるけど、あ、まあ、今マネージャーとしてやってくれてる人も多分すごいそういう DM 来たりしてると思うんで、なんで始まんないのとか、早く承認、対戦承認してくれよとか、そう、なんかすごい食らってると思うんで、本当お願いします、うん、なんかそういうのも超えてガッと言ったら長い。板さんにも多分企業の DM 言ってますよ、ね。良かった点としてはなんか昔なんかずっと俺一人でやってたから最初の2年ぐらいは、ああそういうなんかガクとかが、まあ、俺もちょっとだけやってた時期あるけど分けてもらってだんだん俺のやる量が減ってきて、 CWL とかもなんか防具じゃないやつ全部やってたから僕もなんか分割してくれて、今考えたら負担やばいっすよね。最初やばかったな、正直。だから本当に嫌だった遅刻とか、あの対戦始まんないでなんかロースターチェックとかなんかもうわーって思ってたら直前にこそっとロースター変えたりとか、でもあるあるだと思うし、そっちがね気持ちが分かると、まあ今でもステファニーの方がね交渉勝手にやってくれたりするからマジで助かってます。本当楽に何したかっていう、マジでめちゃめちゃだから本当に時間だけもう時間だけ送られてスプレッドシートのロースターの登録とかめちゃめちゃいいんですよね、全部英語で。そう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 、もう50ページくらいのルールブック読んだりみたいな。毎回の登録するにあたってはね、毎回めんどくさいんですよ。まあ当たり前だけどプレイヤーのタブとかルール読んでなんかいろいろ提出しなきゃいけないんだけど、そういうのも全部やってもらったりしてくれてるから交渉もってマジで楽になった。多分板さんもこれ同感だと思うんですけど、うん、結構やっぱ星さんとかクラス君って映えるじゃないですか、うん、YouTuber 的にも、うん、まあ、やっぱ結構なんかめちゃめちゃ大事な大会以外は結構ちょっとクリエイティブに走るじゃないですか、うん、結構なんか1番手とか2番手っていうサドラと俺からしたらなんか俺らなんか超真面目にやってんのに、なんて言うんだろうな、わ、うん、かります、空気感の違いが漏れちゃうでしょ。そうですね、俺らもなんか時間あればうん、やるかわかんないですけど、やれるのにみたいな、そこだけチヤホヤされるの違うぞみたいな。そうですね、でもそのおかげで結構クイーンウォーカーズの知名度が上がってるところもあるんで、うん、難しいけどね。そう、なんかそこは難しいですけど、YouTuber もよくだよね。そうですね、なんか全然全開になってないやつとかもすごい、サムネの再生数のあれなんで、それもちょっと腹立たんしょ、ですよ、なんで YouTuber にちょっと腹立つのでわかります。自分たちのチームがさ、もうあるのにもう全部俺らの動画やるみたいな、本当にそうっすね、うん、全大会、全試合配信されてますね、うん、配信されてないし、ないもんね。違うそりゃ探索するわ、ね、クリエイティブが悪いっていうわけじゃないですけど、うん、一時期それでなんか話し合いしましたもん。そうだね、真面目にやろうみたいな。クリエイティブ禁止に一回ガチしたことがあった。そのせいでなんか真面目にやるときもそういう遊び心って割とでも本番の時に新しい視点で戦えたりするのが大事だったりするんだけど、うん、なんかクリエイティブありきでプランになっちゃうと、それはまた別の話だから。そう、全体取るために必要ななんか小技とかね、テクニックだったら全然意味ない。映えさせるためにみたいなのが違うね。ですね、うん、正常維持行ったりして、あれあれか、あれか、
アルモニカツじゃね、なんか変な格好してるやつ一旦止めておきます、登場シーン撮ろうぜもねやっぱちゃんと盛り立つ、どんだけ探り探り座りゃ、森田です、なんか、はい、嫌いな人ベスト5みたいなのが YouTube やつで、お前っすか、うん、みんな森立つ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 、おい愛愛の裏、愛の逆さまですけど、裏返しか、本当はなんか実は下手くそな人みたいなランキングで森立つ森立つ、なんか課題評価されてるプレイヤー、うん、ベスト5、わー、なるほど、いやいや、過小評価ですよ割と割と過小評価されるタイプ。過小されてる？どうだろう。え、でも、うん、最近下手になったって言われるプレイヤーランキングで多分3位ぐらい。1位誰？いや、1位って言うけど。1位誰よ。いやいやいや、ちょっと、ね、俺もさんとかガクさんに、なんか3ヶ月前の方が上手かったなって言われます。下手さん否定しない。確かに？いやいや、まだ最近上手いんですけど。あ、そうなんだ。そうなんだ。初心のプリプリはベスト3だったんですか、初心のプリプリは、うん、それはまあ確かに堂々の1位これ取る気になりますね、2位誰、2位は、うん、チェイよ、クラスカードの、あー、なるほどね、確かに、いやこれちょっと別に仲良くない人の名前言うとガチのやつ、すげえガチ感で、いやいや、後ろのテープレイヤー、うん、進撃の初心者のあたりじゃないですかなんかちょっとガチっぽいのやめてなんで、まあこれ森勝が言ってるね、いやいやいや、あ、これライブ配信、えっ、あ、いや、ちょっとそんな味だったそんな味だったライブ配信だったらもう延長しますよ、あ、かわいいライブ配信じゃなくていいの、ライブ配信じゃなくて普通に使うけどね、ええ、うん、今日どういうあれなの、今日なんで来たんですか、いや、さすがラーシャン、たくさん、なんかどうしてもメタさんにやってきたいって言って、なんか、俺は最初イライラしてちょっとちょ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 、やめとこうからって思ったんですよ、うん、差しかと、シャーガークさんが、ええ、俺が使わない、めちゃ盛られてるな、めちゃ俺は最初差しなら2人で行こうと思ってたんですよ、うん、差し使って聞いたじゃないですか、そしたらなんか、なんて返したんでしたっけ、あ、ここ行きたいと思ってるっつって、ちょっと行きたい店を送ってもらうっすね、ちょっとで、なんか差し入れ感、差し入れって感じですかみたいな、うん、で、送る前迷ってましたね、んさで、なんか、なんて聞こうって迷ってました、差し嫌だなって言ってた、いやいやいや、違う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 、差し嫌、なんて聞こうか迷ってましたから、めちゃくちゃ、いや、なんか、どう、なんか食いも数いる前で来たじゃないですか、うん、なんか、どういう感じであれなのかなと、いや、個人でこっそりだったら差し入って差したんですけど、うん、森勝応援来なかったし、確かに、いや、マジで、あの、あと体調崩しました、まあ、いい機会なんで、静止画、静止画みたいになってくる
そうなんですよね。まあな、世界大会より体調の方が大事だよ。いやいやいや、うん、みんなの応援よりはやっぱ体調の方が大事だよ。いや、みんなの体調が大事なんでっていう、うん、はいよ、あ、映さないよ、はいよ、映さないよ、家出学さんの星1位で笑っていきました。どうだった？笑んない。いや、なんかめちゃくちゃ口乾いてるなと思って、なんかペロペロして。あっ、汗かいてる。ちなみに星1どんな気分だった？やばい、やばい、ここでやんのかと思いました。どこで隠してきた？突撃担当とかあった？確かあれめちゃくちゃダンス戦のクラッシュマスターズでしたっけかなんか、ダンス戦のめっちゃデジャブで兵器残したんだけど結局取れなかったですよ。ちょうどトルネもモーニング2個あるみたいな。私は全く同じ角度の突撃でしょ。まあデジャブやと。マジデジャブ。もう逆サイド展開しちゃってるから、うん、もうどうしようもないっていう。マジデジャブすぎました。うん、外から見ててどうだった今年の世界大会。今年の世界大会、うん、そうですね。年の世界大会はどうですか？何で話したんですか？自分見てて、なんかまあなんか環境がだいぶ前に比べたら改善されたような気はしましたね。それはなんかクラクラの環境がバランス的な、そうです、バランス、その防衛と攻撃のバランス的な、うん、だから取れる、その本当にうまいチームはちゃんとやっぱ15点取ってるけど、うん、まあ、やっぱその足りてないチームはちゃんとその防衛見えられるみたいなシーンが多かったんで、うん、まあ、前よりそのラッキー前回が減ったような、ラッキー前回で言うと、それでいけちゃうみたいな、押せちゃう前回よりは、ちゃんとうまいなっていう前回は多かったですね。ちょっとなんかあんま真面目に話して。なんかあれっすもんね、ドラとかあんま、うん、全部ドラとかなかったっすもんね。ドラゴンライダーが弱体化でクロス上がったタイミングだったよね、多分バランスで良かったんですけど、ね。あれ、ダインズってるの、うん、やばかったっすね。すごいよ。ドラドラクラン普通されてたいいんじゃないかなと思って。どう思いますか？ちょっと声入る。わかんない。はい。うん。YouTube で大丈夫ですか？うん。ずっとどうしたっけ？おぉ。熱い話してた。熱そう。マジ熱くて、熱すぎた。ここだけなんかオーラ違ったもん。なんか暑かったっすよね。暑かったと思う。すぐ分かりましたね、今日。めっちゃあの辺ぐらいの人ちゃいます。熱を頼りに来たけど。今日なんて来た、なんて朝に来たの？え、もう特に何もないです。なんか、あの、飯食い行くから、出さんで行くんだけど、あの、来るみたいな。はい。前の埼玉の4人で食べたじゃないですか、つけ麺行った時、うん、なんかいい回だったなと。いい回だった。腹立ってましたね。はぐれの事情も話せて、なんかいい機会だったなっていう、うん、あとウルボさん、ウルボさん、ウルボさん今日来るはずだったな。ちょっと遅れたね。ちょっと遅れ、なんか夜ならいけるよ。夜10時ぐらいからなら合流できるみたいだけど、うん、でも今日はそんなわかんないですけど、うん、なるほどっていう感じですね。っていう感じですね。なるほど。俺めっちゃ嬉しかったっすよ、誘われて。ほら、熱い話っすね。まあいい感じの話だったね。ん？いい話だったね、結局。なんか酒も飲んでないのに本音で話せた。そうですね、うん、なんだろう、なんかカメラ回したことによって逆に話せるみたいな。確かになんか、うん、目見ると恥ずかしいけどみたいな、うん、確かに。ち
聞こえてました、ね、ちょっと恥ずかしい、ね、ちょっと恥ずかしい、ね、聞こえてました。聞こえてた、よく話してないから。マジなんか森田さん話すの話すこと。いやいやいや、そんな下手そうな動画で、で自分のプライベート話してて別にプライベートの話しろって急に急に最近ちょっと動きの勉強もめっちゃしててみたいな。邪魔するで面白いけど誰が、いや森勝ちょっと邪魔だよなっちゃうね。さすがにアブレの話もするかじゃん、時間あるし。そうっすね、食べます一回。あ、いいんじゃない、ですか。どうさっきアブレは、あ、うん、そうですね、いい範囲でいい。なんか最初の方は、うん、本当に割と10点とかも、10点はないけど11点、12点が全然あるくらいで、その取れる人が確実に取れるっていう人も決まってなかったですし、その調子悪い時はみんなもうその流れに乗っちゃって調子悪くてどんどんバーンっていうのも結構あったんで、まあまあでもその時オルゴさんともずっと話してたのは、まあまあその最初だし全然ね、このこれから徐々に良くなっていけばいいよって話してて、そこでなんかクラッシュマスターズあたりで割と攻撃の流れがどんどん良くなってきて、ハグレ自体でなんか なぜか防衛がいいんですよ、ハグレ。なんか特に配置にこだわってるわけではないんですけど、ここで作って出してるだけで、そしたら12点しか取れなかった時もなぜか勝ちきれるチームで、なんか雰囲気がすごくいいんで、アプレ自体は VC もみんなでしますし、試合中もちょっとどうしよう、まとまんなくなっちゃう。試合いいとこも全然なんかおいみたいないですし、でも次と最初の方はなんか割とちょっと悩みっていうか、アグリに対する不満とかも森田さん自身だったじゃん。そうだけど、はいはい、何でしたっけ。いや、なんかいろいろあったかも。ありましたね、確かに、ね、いや、大丈夫です。ビジタね、いやビジタなんかやるやつ。いや、そんなやり合うとかじゃなくて、うん、それはそういうのはいいな。そうですね、ないですよ、そうですね。なんか自分まあ、別に自分のクラとかじゃないんで、全然あれなんですけど、まあ、そう、うん、一応なんかまとめるじゃないけど、そのまとめる立場にはあって、今森田くんがそうじゃなくて、そうですね、なんか生きてるんですけど、生きてるだけなんですけど、なんかもう完全に、楽しい方がいいじゃないですか、ゲーム。そうね、雰囲気大切にしようっていうのはもう説明ですね、言ってて、そこだけですね。そこが崩れたらもう、チームの勝敗だなって思って、どんだけ弱くてもやっぱそこ、その楽しさっていうか、チームの雰囲気がもう悪かったら、もう強くてもやっぱ楽しくないって感じですよ、大事、マジで。なんで、ほんとそこだけですね、チーム内で誰がしたとかそういうのをやっぱなくしたいですね、今の隠れはほんとないんで。俺は取ってるとか、誰を取ってないと俺が取って勝ったみたいな雰囲気は絶対出さないようにしようっていうふうには言ってて、それがないんで、うまくいったんじゃないかなと思います、クラッシュマスターズ。取ってくれてありがとうっていうチーム作りができてきましたね、最近のメタルは。完成されてるじゃん。マジで大事だよね、でも。本当そうですね。あ、二十歳になりました。おめでとう。成人しました。確かに二枚付け設定の頃はまだ19で、そうです、19歳ですね。だから負けたんですよ。大変よ。設定してないですかね。してないです。マジか。自分はですね、
人によって適正年齢あるからね、日本一決定戦、うん、平均破壊率 75% くらい多分2回出てる、ね、日本一決定戦出た人の中で圧倒的スタッツですよね。平均星数2位か、なんなら星足りてないの。全然取ってないですよ、星1週間そうです、1.75 じゃないですか。平均星数4回で1.75 です、うん、そう、回 75% 圧倒的スタッツ。歴史に残るスタッツです。最初の歌さんの注目選手だったらね。いやでも、そうなんですよ、あの日本一一月目、うん、に自分ちょっと出忘れちゃって、そうなんですよ。六本木で首都高運転しちゃってたんですよ。でチェックイン忘れちゃって、ああやらかしたと、うん、完全やらかして、でも国岡さんみんなで、ね、やっぱちゃんと決勝行くから、うん、やっぱ強い人ちゃんと上がれるんだなって思って、でその次の月で自分はちゃんと出たんですよ、うん、やっぱちゃんと決勝上がって、やっぱ強い人ちゃんと上がれる。やっぱりそっかちゃんと実力ある人上がれる大会なんで、でも実力ある人でもそうです、そのまま勝ち上がってたんじゃないかな、ちょっとやっぱ足りなかったんですよね、僕は。実力、あ、そうなんだ、決勝行くまでの実力はギリギリあるんですよ。勝ち抜くかどうかは別なんですけど。確かに負けようですよ。オルゴンさんに言われたのは、うん、いいとこ全く出てなかったよ、なんか、うん、タイプで言えばどっちかといえばその対策されてないのをやるそうねタイプだろうって言われてますけど、うん、いやそれがもうビビりにビビり散らかして、もう普通のツーサイドラバルをやっちゃって、うん、逆に対策されてないんじゃないのって思っちゃったんですよ、うん、やっぱちゃんと普通に対策されてて、もう何も思った2分の1も削れてない先生のでデラバルしてほしい自分、うん、ちょっとなかなか大舞台すごいですね、うん、でも一回見しちゃうよね、なんか自分の全て知ってるかのように思っちゃうよね、うん、特に千川さん戦、うん、スミスさんが配置作ったって言ってたんですよ。マジでそうさ、知り合いが配置作った最強じゃないと思ってトキさん配置作ったら、ね、その情報だけでなんかもう嫌なんですよね。わかる、マジで何もできないと思う、うん、割と普段やんないそうしたのに、うん、なんかちゃんとなんかそれっぽい対策ですよね、うん、対策してないつもりでもなんか、うん、やっぱうまいんですよね、うん、っていう感じでした。そうか、今後の目標話でも言いますか、トキさん。はい、日本一決定戦優勝します。もう第2回がある、 あることを前提にした立ち回りです。もちろん、うん、まあ、その辺はじゃあベルプレートさんに森勝のあれで頼んでください。お願いします。やりましょう。盛り上げてました、うん、はい、どうぞ。今回ユタさんと熱い話できたんで、うん、モチベもすごい高いんで、うん、来年の世界大会こそは優勝したいと思います。よろしくお願いします。うん、そうね、俺もまだ決め手の整理はまだ最終的にはまだついてないんだけど、でもやっぱりね、だけガクと話す時間だったりとか、ユタさんと勝ちたかったってガクに言われちゃったからね、勝ちたいよね、うん、さすがに。まあなんだろう、一つ一つの積み重ねだと思うから、一つずつなんかきっちりやって、それが結果につながって、そのうちに世界大会優勝がねまた見れるような目標として言えるような、ね、ところにたどり着くのがまず大事な目標かなと思います。はい。というわけで、今日はこんな感じで終わろうと思います。ちょっと多分長い動画になってると思うんですけど、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。さようなら。